ハレリア代表の斉藤智春です。今回なんですけど、なんとハレリアでプレゼント企画やっちゃいます。プレゼント企画なんて言ったらね、お前らどうせチャンネル登録いっぱい増やしたいだけでねのみたいなね、皆さん思われるかもしれませんが、その通りなんですよねチャンネル登録たくさんしてほしいのは事実です。はい、ただですね、ハレリアがどうしてね YouTube をね、マジックの動画っていうものをもっと盛り上げていきたいかっていうと、理由は2つあって、1つ目はね、今マジックを楽しまれてる皆さんにもっと楽しんでもらいたい。2つ目はまだマジック知らなかったり、まあ知ってたり昔やってたけど今はやってないっていう方に、もう一度ねマジックを楽しんでもらったり、新しくマジックをね知ってもらって楽しんでもらうきっかけになればいいなっていう、この2つが主な目的でやらせていただいてます。ハレリアチャンネルがこの度チャンネル登録者数4000人を突破しました。4000人って聞くと大したことないんじゃんっていう風に思われる方もいるかもしれないんですけど、これってね、日本のマジック・ザ・ギャザリングをメインテーマとして扱ったのチャンネルでは1位になったっていう数字でもあるんですよ。そんなわけでそれをね祝して皆さんありがとうございますっていう気持ち込みのマジックを動画からも盛り上げていきたいんで、よろしくお願いしますっていう意味でもねプレゼントをやらせていただきます。気になるプレゼント内容なんですが、その1、ドドン、アイコニックマスターズワンボックスを1名様に差し上げます。こちら、11月に発売されるマジックの歴史を彩ったかなり強いカードがたくさん封入されている通常のパックより高額なパックになります。ちなみにボックスのメーカー希望小売価格25,920円の金額がねついている品物です。その2、ドドン、こちらもアイコニックマスターズなんですけど、こちらは3パックを10名様に差し上げちゃいます。合計11名様に当たります。で、気になる応募方法なんですけども、ステップ1、まずハレリアのチャンネルを登録してください。はい、すでにしてくれている方はもう全然そのままで問題ありません。ステップ2、チャンネルの、概要ページにございます応募フォーム、こちらから応募してください。はい、ただそれだけです。応募期間なんですが、2017年、10月31日火曜日までとなっております。非常に簡単に応募していただけるんで、プレゼント応募してください。ありがとうございました。